どうも、こんにちは、森沼です。いつも見てていただいてありがとうございます。今日なんですけど、このミニ耕運機ですね、エンジンのフケが悪い、力がない、あと牽引性がない、その原因は何ですか？こんにちは。じゃあ早速原因を追求していきます。はい、お願いします。はい、皆さんだったらどこが悪いって考えますか？考えてください。それちっちゃいからかと思ったの。力がないっていうからね、はい、小さいからそんなにね、なんですけど、力がないのはしょうがない。原因は、うん、エアクリーナーっていう空気を吸うところが詰まってる、ここです。可能性が多い。可能性、だからもう埃がすごいんで、多分そうだ。そうだ、違う。あ、そうだ、これが原因。すごい汚れてる。汚れが空気が入って、うん、これで、これだと調子がいいんですか？エアコンみたいなものだね。あ、そう。エアコンの空気とかの調理しないと。そうです。で、これがついてると調子悪い。これがついてると、うわ、なんでこれ。だから、原因はこれ。すごいね。はい、2つ。これを見てもらうんですね。はい、こんな、あれです。はい、ほこりだらけ。これも、これは灯油で洗ってください。綺麗になります。こっちはエアーとかがあれば、エアー拭いて、あの拭き飛ばしても。まあ、はい。で、ないので。こんだけ出てる。砂。もうゴミが詰まってるってこと。そう。とりあえず今日使えるようにしといて、これ交換しちゃってもいいと思う。で、これでいい。また入れてみて、その方でいい。見えてんのかな、これ。こんだけホコリです。このここから入れて、それでちょっと使ってもらって、牽引力が足りないって言ったのはこれです。これタイヤ落っこってますね。あ、そこの間がすごく、はい、だから空気入ってません。で、入れます。で、そんな時におすすめなのがこのマキタの MP180DZ、 空気入れ、空気入れ。それはどういうものに使えるの？え、そういうのでも。じゃあ入れます。自転車なんかも？自転車もできますよ。自転車も車も。はあ、
のところはやってらんのか、はい、で、1.2 で、自動的に止まるんです。あ、そうなんだ。そう、あの、こうなんていうの、数字入れとけば、うんうん、ねえ、すごいな、簡単にっていうか、へえ、よし。で、前回の動画で好評だったこの軽油とエンジンオイルを混ぜる油、これも駆動する箇所に、駆動かな、まあ、動く箇所に刺していきます、うんうん、動きを良くする。いろいろ使えるんで、これは試してほしいです、うんうん、じゃあ試運転やってみますか、どんなもんか。そしたら原因2箇所、あそことね、2箇所、はい、あそことあそこができたんで試運転してみます。なんか抜けてるような、なんか詰まってるようなあれだったもんな、さっき一番初めは、うん、はい、この力がなかったんだよね。なかったです。クリーナーが詰まっちゃったんだね。はい、スースー、自分で分かんなかったのかな、うん自分で分かんなかったんだね。すぐ沼さんに電話したっていうことは、はい、で、タイヤが空気入ってなかったんで、うん、それも多分ある、うん、だんだん年取ってくるとね、いや、これだって竹兵衛は安かねえもんよ、うん、普段買うのにな。だからやっぱり直せるんだったら直した方がいいよな。はい、ただほらこれはね、農家だってやっぱりメンテナンスができる人とできない人がいいんだからよ。しゃあねえやんの。全然違ったことね、どうしたらいいか分かんなくなっちゃうの、はい、年取ってくると。俺みたいに車いじくり全部壊しちゃうみたいなのがみんながいるんだからあ、聞こえてきた。そう、これ分かった、分かった、 OK、 あ、優しい、すぐ分かった。まあエアクリーナーを新品に変えればもっと調子良くなると思う。空気も入ってなかった。ああ、タイヤの、はい、で、それどうしたやってもらったよ。ああ、それでどういうのがあるのな、今そんでやれるの。これ買わなかったっけ。知らない。いや、入んだよね。空気入れ、わかる、ここのところはフレーズは作業できる。音が、ね、全然違う、うん、からのなっては、はい、音が本当に全然違うもん。でも変えればもっと良くなるんで頼んだと思ったら、じゃあエアクリーナー、はい、はい、こちらちょっとで使ってて、どうでしたか今回の動画。簡単なんです、意外に。原因はまあ、もしこれを見た方はね、参考にしてまたやってください。チャンネル登録よろしくお願いします。これでいい。でエンジンかけるかな。